郡山合戦は、天正16年2月から7月にかけての、朝香郡山城、久保田城一帯をめぐる伊達正宗軍と、足名義博、相馬義種連合軍との一連の戦闘の総称である。ただし、田村清明没後の田村氏の混乱に乗じた同年4月以降の、相馬氏の田村両親公とこれに対する伊達氏の反撃以降に限定する考え方もある。 天正十五年三月、佐竹義重の子、義弘が、足名市当主として迎えられると、足名市は、伊達氏に対して、積極攻勢に転じ、同年のうち、数回にわたりなえ、大田城に攻撃を仕掛け、伊達、田村の分断と日本末攻略を狙っていた。天正十六年二月、伊達政宗が、大崎市の内紛に介入して敗北すると、これを後期と見た、足名義弘は、 大内貞綱を先鋒とする四千の兵を、伊達領に進めた。貞綱は12日に、苗、大田城を攻略、後続と合流して伊達方の軍山城、久保田城、高倉城、本宮城を攻め立てた。伊達領南方の押さえを担当する二本松城主、伊達城実の兵力は、大森城主、片倉月名宮森城主、 白石宗真からの援軍を合わせてもわずか600人ほどであったが、常日は防戦して2ヶ月の間なんとか足なの構成をしのぎ続けていた。しかし、北方では大崎方の援軍として参戦した、最上義満に、伊達領内各所を攻略され、さらには、お手森城主、石川交渉が相馬義典を頼って離反したため、正宗自身は相馬方への備えに回っており、 南方戦線への援軍は期待できなかった。この状況を打開すべく、上日は正宗を解いて、貞綱へ、伊達軍内の穂ばら、県伝等の所領を与える、胸の反物を取り付けた上で、貞綱に、伊達氏への帰参を持ちかけた。織氏も、芦名や中では、吉弘に従って、佐竹から入った新山と、芦名不代、 参加の欧州諸公との間の対立が深刻化していたこともあり、佐ダツは、常日の調略に応じて立て方に転じた。4月18日、足名勢は離反した佐ダツと立て勢とを打つべく、本宮城に攻め寄せたが、阿武隈川下半で佐ダツ率いる千余の兵によって、打ち払われて敗走した。5月22日に政宗は自ら兵を率いて、お手森城の攻撃を開始したが、 天候の悪化により一旦大森城に退いた。ところが、うるう5月12日、相馬義種は、田村清明没後達派と相馬派に分かれて、紛糾していた田村氏の所領を確保して、お手森城と足名勢のご詰めをするべく、自ら、三春城へと向かったが、田村家中の達派、橋本明則らに阻まれて、入城を果たせずに退去した。相馬勢の撤退を受け、宗は、 宮盛城に陣を構えて、再び、お手森城攻略に乗り出した。うる5月16日に、お手森城は陥落し、石川交渉は、相馬領へと逃れていった。17日には、大倉城、18日には、合参、百名に、石沢の諸城が陥落する。19日には、船引き城から吉種が退去し、東足達方面における、相馬方の戦線は崩壊。 苦境に立った吉田根は、佐竹義重、芦名義弘、岩木常隆に救援を求めた。佐竹、芦名の領氏は、直ちにこれに応じるが、田村清明の存命中から田村領に侵攻していた、常隆は、吉田根の三春入場にことを唱えて、援軍を拒否した。田村領が、伊達氏、相馬氏、岩木氏による密度萌えの対象になっていたことがこの、戦いを複雑なものにした。 6月に入ると、佐竹、足名連合軍が、郡山方面に向かって、兵を進めた。これは、宮森城に近い本宮方面への進行を、予想していた、政宗の思惑を裏切るものであったが、政宗も、郡山の救援に向かうべく、宮森城を出て本宮から郡山に向かった。また、田村氏からも田村月祭、田村売雪祭が援軍として駆けつけて、 だてしの一門であるルス・マサカゲも十四日に援軍に駆けつけている。六月十二日、郡山、久保田領城に向けて兵を進めた、連合軍とだて勢が対峙して、互いに取り出を築き、以降四十日間にわたって延々小競り合いを繰り返した。正サムによれば、連合軍は約八千機、だて勢は約六百機、サダヤマ・コウ記録には、 連合軍約4000機、伊達勢約600機と兵数で、伊達軍は圧倒的に不利であった。伊達勢は、伊達上実が正宗の命により三郎三を人所とする。堀を、掘り、土手を、地区、助用外構えへ、られた上実人所を連合軍は落とすことができなかった。その上、阿武熊川沿いの笹川城が伊達川にあり、 連合軍は背後に敵勢力を置いた状況で、伊て勢と対峙せねばならなかった。また昼夜やむことなく、互いに4、5千発の鉄砲を撃ち合う、激しい銃撃戦が行われたという。こうした中、最上市、大崎市との交想が継続していて勝田村領に、軍勢を派遣している正宗は、兵力が集中できず、軍勢の数では、足シ佐竹、相馬法と比べて、 非常に劣っていた。こうした状況下で次第に軍や真城への連絡が厳しくなり、戦況不利を悟った正宗は6月21日、大和田地区を守るを岩木氏のもとに派遣する。これは和平交渉のためであったと考えられている。岩木氏は南欧のほとんどの勢力がこの戦争に関与していることを危惧していたためか、これに速やかに応じ、26日には、 大和田地区を守るが帰還。7月2日に、岩城市下中の滋賀館人司祭が和平交渉の使者として派遣され、4日には、四足、滋賀武清氏が、伊達陣中に到着する。7月4日、久保田を守っていた、片倉可月菜、伊達上実の前方を足中た、二区に定道の部隊が通過した。加月菜邸の片倉東西門に申告を負わせたところ、深追いして、 足名軍に囲まれた。カ月な常実はこれを救うべく戦闘したが、引き上げに苦戦した。伊藤主信が打ち死にするも、反撃に転じ後十4人を打ち取って引き上げた。両軍ともに大規模な攻勢を仕掛けられなかった、理由としては、立て方からすれば貨幣であること、大崎、最上勢の新軍が停止しは僕交渉が始まったとはいえ、伊て両北方では依然として、 予断を許さぬ状況が続いており、また大崎合戦敗北による板でも言えておらず、積極的攻勢に打って出られるような状態にはなく、一方の足な方も、頼みの佐竹義重が、豊臣秀吉から再三に渡り、前年12月の総武事例に即して、子、義弘と老井、甥政宗とを速やかに和睦させるよう督促されており、同様に決戦能力を書いていたことが挙げられる。 総武事例の影響について、小林清治は一時的に一定の影響を与えながらも、基本的には対立、対決の動きを抑制するには無効であったとする。また戸谷実高は、総武事例の往来の見解に疑問を提示した上で、豊富政権による積極的な調停は一部に限定されていたとし、郡山合戦への影響を認めない。一方、 城郭研究の松岡進は、不審と作事が一体化した簡易な遮断施設が、野戦追記として広く活用されていた事実に注目する。氷山合戦は、竹方の氷山城をめぐって、伊達軍と連合軍が退陣し、相互に陣地を形成するなどしたため、長期戦の様相を呈していたと、整理できる。7月2日、岩木恒高が、石川秋光を誘って、 政宗に和議の仲介を打診した。5日から弓鉄砲は止められた。交渉は足無しとの所領の確定で難航したものの、7月16日には先に合引に達した佐竹氏と伊達氏の和議が、2日後の18日には足無しと伊達氏の和議が成立して、佐竹氏もこれを確認、21日になって夜半に佐竹軍が日の出前に伊達軍が撤退した。 8月5日、正宗は、三春城に入って、愛機の重邸、田村隆県を、田村市当主に据えて、田村領の確保に成功し、一連の合戦は、伊達市の勝利に終わった。ただし、岩木常隆が仲介に入った理由は、田村領が吉種、または、正宗の支中に収めるのを阻止する意図があったが、吉種が三春城を諦めて、代わりに、正宗が、 三春城に入ったことで、その打算が崩壊することになった。翌天正17年4月には、今度は岩木恒鷹は、田村亮の確保のために出陣して政宗と戦っている。この戦いは一取り橋の戦いから3年間にも及ぶ連敗をようやく止めたことにより、父、輝衆の死後、追い詰められる一方であった伊達氏が、一転して、拡大に転じる契機となった。 とはいえこの合戦は、前年に、秀吉により発せられた総武事例を無視したものであり、欧州市沖の際、これ以降に、正宗が獲得した朝霞、岩瀬、白川、石川、山、川沼、大沼、合津の八軍は募集の対象となった。ありがとうございます。